きのこちゃんのきのこ図鑑。今日は台湾アリタケです。みなさんこんにちは、きのこちゃんです。はい、じゃあ今日はきのこちゃんのきのこ図鑑第5番目ということで、今日はなんと昆虫から生えるキノコについて話をしていきます。いや、いいですね。じゃあこの絵が出てます。で、今日紹介するキノコは台湾アリタケというキノコになります。で、漢字で書くと国の台湾ね、国の台湾で、アリから生えるキノコというところでアリタケ、台湾アリタケになります。じゃあこのさ、絵を見て、どこがキノコってなる人絶対多いと思うんですけど、まあ、このね、アリのほら、この首筋からほらニョーンってなんか細い糸みたいなのが出てます。実はこれがキノコになります。はい、で、この台湾アリタケ、実はまあ福岡県だけどね、まあ、ちょっと他のあれは分かんないんだけど、まあ、福岡県だとなんと一年中見られることができます。で、しかもこの台湾アリタケって、まあ、ちょっとね、生えるところが、まあ、限られてくるんですけど、まあ、ちょっとこう涼しい沢沿いの葉っぱの裏をめくると大体います。大体この台湾アリタケはいます。で、もう一つ大きな特徴があって、この台湾アリタケってチクシトゲアリっていうアリの種類に多く生えています。まあ、例えばこのほら、この下のね、このほら、この下のアリはちょっとチクシトゲアリじゃないんですけど、まあ、たまに他のアリに生えることもあります。まあ、でもやっぱチクシトゲアリが、ちょっと言えないですね、早口言葉みたいだけど、チクシトゲアリっていう、まあ、アリに主にこうやって寄生しています。で、このね、台湾アリタケ、まあ、昆虫から生えるキノコって、まあ、みんな言われてるんだけど、もう本当にわからない、部分が多いキノコになります。例えばこれって生きているうちに、まあ、キノコが、まあ、このキノコの胞子が体内に入って、で、そこからちょっと悲しいけど、こうどん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 こうやって殺していって、で、最終的には、まあ、この宿主の、まあ、アリさんを殺してしまいます。で、またこれがね、面白いのが、で、このアリさん、こうやってほら葉っぱにこう噛みついているような感じで死ぬことが多いです。で、これっていうのは、このキノコがアリを誘導して、で、この葉っぱの茎だったり葉っぱの縁だったり、こうやって噛みついて、で、そこからね、菌糸って呼ばれる、菌の糸って書くんですけど、菌糸をこうやって出して、そこにアリを固定させて、で、そこから、まあ、温度とか、まあ、湿度とかそういうのが安定した時にこのキノコを出すっていう感じになります。あ、本当に謎が多いキノコなので、まあ、ちょっとね、見つけると、私だけかもしれないけど、すごいテンションが上がります。はい、というところで今回は、この台湾アリタケの一生について、アニメーションを、作ってみました。なので、みんなちょっと見ていきましょう。じゃあ行きますよ、レッツゴー。